回の動画は、令和4年2月2日に公開した三重県道2号を再度撮り直ししてお送りします。当時は9町村に分けて3本構成でした。その後総集編として一気に走った動画もあります。今回は当時のテロップを音声化します。ただし現在に合わせたものに一部変更してお送りします。それでは JR 関西本線新道駅からスタートです。この2年間で大きく変わったのが新道駅前です。令和5年11月に複合施設新道ヤードができました。この施設は工作機器メーカー DMG 森精機が建設した施設です。手前の建物には北伊勢上野信用金庫と伊賀市役所伊賀支所が、奥の建物はブックマークストレージという名の図書館が入っています。奥の建物の横を通って新道駅へとつながっています。図書館は伊賀町図書室の蔵書と森精機の蔵書があり、伊賀町図書室の蔵書は貸し出しできますが、森精機の蔵書は閲覧のみとなっています。中には100席の閲覧席があり、そのうち30席は南側テラス席となっていて、館内にはカフェも併設しています。君の名はではないですが、カフェもないは解消されました。外壁には焼き杉を利用、室内も落ち着いた雰囲気でゆっくりと読書を楽しめそうです。開館時間は午前9時から午後9時です。伊賀にお越しの際は一度お立ち寄りください。起点までは姫路藩の国道25号線をちょこっと走ります。ここの路線は田んぼの中に作られた路線で、北海道のようにまっすぐな道が続いています。姫路藩国道25号線を走ってみた旧伊賀町編でゆっくり紹介していますので、ご覧ください。この新道交差点が起点です。ここを左折して県道2号線のスタートです。この先は御台地区と言います。この地区は偉人橋本量先生の生誕地で、晩年はここで開業医をされました。橋本先生は甲状腺の病気を発見したお医者さんです。でも当時は注目されず、後の研究で独立疾患と認められ、橋本先生の功績を称え橋本病と名付けられます。日本人の名のついた病名は橋本病を含めて4つしかありません。橋本先生は52歳でお亡くなりになっています。当時の逸話に、回復祈願に多賀大社に祈祷に行かれた人が、宮司から伊賀に素晴らしいお医者さんがいるから見てもらってはどうかと言われたそうです。戦前の話ですから、先生の評判が近隣県にまで広まっていたとはすごいことですね。右手に高速バス乗り場が見えてきました。田舎のバス停は駐車場付きです。令和4年新春1にこだわった動画では、三重で一番短い県道として県道19号を紹介しました。令和5年には県道スタンプラリーで再度三重県主要地方道で短い路線ベスト3として紹介しています。元旦に国道1号を走ってみたで始まり、なんで県道は1号じゃないねんって思われた方いましたよね。と言っても再生数少ないからそんな人いないか。自虐的ネタですが、当時は登録数4人でしたから。実は三重県の県道1号は欠番になっています。昔はあったのですが、今は指定変更になり欠番になっています。
なので、一番短い県道ということになりました。一番長い県道は、リニューアル前に紹介しているので、夏には撮り直して綺麗な画像でアップしますね。と言いながら、令和6年1月3日現在、アップしていません。しかし、スタンプラリーでは、次が県道29号なのです。次週、公開予定です、と言いつつ、次にこんなコメントを書いています。まあ、鍋を、はいつもいい加減ではないということです。有言実行してないやろ、って、ツッコミ入れておきます。旧伊賀町の川東の集落を進んでいます。柘植川に注ぎ込む滝川の東なので、川東です。太陽の光が当たるとフロントの汚れが目立つ。すいません、今後気をつけます。ズボラな鍋を、は、なかなか綺麗に維持できません。簡単な方法ありませんか？これAでとかこうすればよいなど教えていただけたら嬉しいです。コメントお待ちしております。最近ワイパーは変えたんですけどね。でも凍ったフロントなのにゴリゴリとワイパー動かしてしまうんですよ。そしてしまったって落ち込みます。これってあるあるですよね。車への愛がないのかな、とコメントしていました。今は砂嵐の攻撃でフロントガラスに傷が増えて大変です。冬の撮影は大変です。まず、撮影できる時間が短い。冬型の気圧配置の時は、三重の天気は快晴になりやすく青空なのですが、太陽の位置を考えて走らないと、太陽が画面に入り込んで見づらくなる。山越えをする時は、伊賀地方や飯高方面は天候の急変がある。予報通りかもしれませんが、行って撮影諦めるってこともあります。寒いので GoPro の暴走は防げるかも。でも暖房、車内が曇らないためのデフすらつけられません。車内温度5度以下での撮影は当たり前になりそうです。先日外気温10度、デフあり、エアコン、車内循環で撮影したところ、30分で熱暴走で落ちました。夏大丈夫かな、今から対策考えています、とコメントしていましたが、今では長距離の撮影でも熱暴走で落ちることはありません。先日の477号のように4時間超えでも大丈夫。しっかり熱暴走対策ができている鍋尾です。実はこの動画は昨年12月に撮影しています。新春動画のつもりで用意していました。でも1にこだわれないので2月最初の動画に回したということです。2月は2にこだわってもいいかなって思っています。でも三重ではマンボウが発令中。車載動画は観光しないので発令中の地域へ行っても大丈夫ですが、沿線ストーリーの撮影はできませんね。取りためたものの編集を頑張ることにします。オミクロン収束してね。2年前のコメントはこんな感じでした。今はコロナよりインフルですね。皆さん大丈夫ですか？鍋尾は大丈夫ですよ。さて今回の県道2号線は伊賀市のみで完結します。しかし指定された時は旧伊賀町、旧大山田村、旧青山町をつなぐ主要地方道でした。3町は平成の大合併で他の3市町村と合併し伊賀市となりました。ここを左に入ると希望が丘地区です。ここで旧大山田村に入ります。この路線ではありませんが、違うところの看板に温泉と風力発電のある村とあります。それ以外にもいろいろある大山田村をグダグダと紹介しながら進んでいきます。今サルビノ温泉の看板をくぐりましたが、温泉のある村の温泉はサルビノ温泉です。この路線途中で右折し山間地区を進みますが、重複の国道163号を直進すると見えてきます。
サルビノは芭蕉の初時雨猿も小見の星毛なりという俳句と温泉のある地名寝のびを掛け合わせて作られた言葉です。私も最初なんでサルビノサルボボじゃなくてって思っていました。サルビノ温泉の泉質は肌に優しいぬるぬるの湯です。私には関係ないのですが美人の湯です。伊賀地域の温泉はこのタイプが多いようです。大山田村は琵琶湖の先祖小琵琶湖の元大山田湖があった地域です。琵琶湖はここから今のところに動いたということです。そのためこの地には太古の象やワニの足跡化石が見つかっています。そしてここは小琵琶湖層という地層になります。ちなみに先の猿見野の温泉には象やワニの足跡を模した露天風呂があります。そして化石はこの先左折した時に右手にある服部川の川岸で平成5年に発見されました。右手に流れるのが服部川です。綺麗な清流です。源流にはオオサンショウウオが生息しています。この先国道163号と分かれる地点に合流する支流東出川の上流域は水源の森百選に選ばれ、水源保全のために条例で森の伐採が禁止されています。さて温泉と風力発電のある村大山田村ですが、今回の県道2号からは風車は見えません。もっと遠いところスタート地点の伊賀盆地からは旧被災市の風車がたくさん見えるのですが、残念。最近風力発電所の建設反対運動が新規のところでは起きていると聞いています。この施設群でも強風によりブレードが折れたことがありましたが、人家に近いと災害です。ここのように尾根筋に立っている場合は人家もないので良いのですが、海岸線ではそうもいきません。またブーーンという低周波音も問題があると反対派の方は言いますね。実際聞くと気になる音ですが、私が一番気にしているのは電力が足りている時に一番に止められてしまうということです。青森の大規模風力発電所を十数年前に訪れた時全てが止まっていました。回す方がお金がかかると聞いて、何が再生可能エネルギーだと思いました。まあ原子力発電が動いていた時の話ですが、エネルギーは将来のことも考えますが、単価も考えないとダメですよね。この地の風力発電は地産地消なのでその点優秀です。いつも回っていますよ。売り電だけを考えている施設はダメですね。
前方奥の山頂に建物が見えますが、航空自衛隊の施設があります。笠取山分屯基地といいます。米軍レーダー基地が始まりです。ここより南西には同じく航空自衛隊白山分屯基地があります。笠取山はレーダーサイト、白山は実行部隊で対空ミサイルパトリオットが配備された基地です。共に住民の反対運動は聞かないのですが、鍋尾が知らないだけかもしれません。反対運動が起きないのは同じ日本人の基地だから。それとも反対運動にはいろいろな力が働いているから米軍だけはダメなのかな。ここを右折します。左手奥が先ほど言った水源の森です。ここで国道163号とはお別れです。さてここから山間部を走っていきます。すでにセンターラインが消えていますと思いきや2車線道路になりました。2号線は主要地方道路だけあって改良工事は進められており、走りやすい道になっています。旧伊賀町編の起点すぐの三代地区は狭道でしたが、はい、またセンターなしですね。10分余裕があるので離合に困ることはありませんが、この先明らかに狭い山道区間もあり、工事が進められている現場も通っていきます。さて鍋尾と大山田村の妙な縁を紹介しましょう。鍋尾が小学4年の時、そう今から40数年前の話です。何の勉強の続きだったのでしょうか。物語を書く授業がありました。自分で話のジャンルを決め、登場人物を考えて作家になった気分でお話を書くのです。当時日本沈没やノストラダムスの大予言、13日の金曜日などがあり、オカルトチックな話を作ったんです。でも今考えると一番の影響は、今再放送は難しいアニメ妖怪人間ベムの影響が強かったのだと思います。主人公の名前は何にしたか覚えていないのですが、話の舞台を大山田村にしたのは鮮明に覚えています。13日の金曜日に大地震が起き、その後頻繁に13日の金曜日ごとに同じ大山田村で地震が続くのです。子供の安易な設定ですね。その後住民は避難だけでなく集団で転居したため、大山田村が消滅するという話。最後の言葉が隣の上野市に合併されて、地図から大山田村の名前が消えたのです。その日が13日の金曜日だったと締めくくったと記憶しています。当時はインターネットを使って調べることもないので、書籍でいろいろ調べましたが、多くは地図を見ての空想でした。そんな失礼な話を書いた村にこうしてお邪魔することがあるとは当時は思いもしませんでした。本当に不思議な縁ですね。それにこの地域には過去群発地震もあったとか、そんなところにも不思議を感じます。そんな気になる大山田村でした。
こうなると見づらく危ないですね。決して夕方の時間ではないのですが、冬は太陽の高度が低くて困ります。運転もですが、映像的にも。この路線、最も狭い道に入っていきます。と言っても少しですが、植林地なのでしょうね。左右の木々がとても綺麗です。はい、抜けました。大山田最後の集落を避けた振動です。こんな感じで改良工事はされているのですが、山間部は進まず現在に至ります。ここの集落の人々はどちら向きに生活道路があるのかで決まるのでしょう。この先を進んでいくと国道165号に出ます。そこを進めば青山の町に出ます。そちらがメインとなると整備は進まないと思われます。鍋尾は路線全体が走りやすい道になるよりも、生活道路としてしっかり整備される方が良いと思います。あまり風景の変わらない感じが続きますが、ここで3番目の町、旧青山町に入ります。青山といえば青山高原、避暑地のリゾートが一番に頭に浮かびますが、皆さんはどうですか？知らないですか？ですよね。でもリゾート地として中核を成すのがメナード青山リゾートです。そう、メナードといえばフカキョンこと深田恭子の美をサポートしている、知らんけど、フェイシャルサロン通気2階メナードのメナードです。青山リゾートは1976年、今から45年前にオープンしました。その後次々に施設を増やし、敷地面積約100万坪に宿泊施設、温泉、エステ、ゴルフ場、温水プール、テニスコート、ハーブガーデンに創作体験施設など、都会の喧騒や日常の忙しい時間から少し離れて癒しの休日を提供してくれるいい場所。ただ鍋尾には都会の喧騒も美を極めるも関係ないんですよね。田舎暮らしは都会の喧騒が時には良かったりするのです。でも宿泊して癒されて良い時間が過ごせる本当に良い場所であることは間違いありません。ソロキャンプなどが流行っていますが、とことんもてなされるのも良いですよ。夏は避暑に高原リゾートへお越しください。
青山高原には大山田より大規模な風力発電所があります。2つは尾根筋として続いているのですがね、今は91基の風車が建設されています。発電規模としては日本最大を誇ります。この路線は青山高原につながる道と接続していませんが、終点近くで交わる国道165号から風力発電群へ上がる県道があります。次々と現れる風車を見ながら天空をドライブというのもいいものですよ。一度は訪れてみてください。実は国道165号の動画で青山高原の風力発電所群は紹介しています。ぜひ見てくださいね。いつもぐたぐたとコメントを書いていますが、ここらで旧青山町について話しましょう。旧青山町は昭和30年に1町3村が合併して長郡青山町として発足しました。その1年前には長郡の1町3村が合併し名張市が誕生しています。現在旧青山町は平成の大合併で伊賀市になっていますが、元は同じ長郡の名張市との合併が良かったのではないかと思われますが、と言っても素直にそうならないところが大人の事情というものなのでしょうね。もともと平成の大合併では旧上野市、旧伊賀町、旧青山町、旧大山田村、旧島ヶ原村の青山郡チームと名張市、旧青山町の長郡チーム、合わせて西3町2村が合併協議会を発足させ大合併を考えていたわけです。が話はなかなかまとまらず、ついには名張で合併への賛否の住民投票が行われることになりました。結果合併に反対となり、名張市は協議会を離脱します。そこで残った6市町村が合併し伊賀市が誕生したのです。でも簡単にはいかないことがありました。先ほどチーム長郡と言ったように、青山町はいろいろと名張市と近いのです。田舎なのですから、行政が持ついろいろな機能も名張に頼っているところがあったのですね。なのに伊賀市になったのですから、すべて伊賀市、旧上野市に頼る体制に変えなければいけなくなったとどこかで聞きました。間違っていたらごめんなさい。あれから17年経つので今はどうってことないのでしょうが、当時はいろいろあったと思います。でも名張も合併伊賀に入っていたらどうなっていたのでしょうか。市の名前は名張も伊賀州の町であったのでやっぱり伊賀か、それとも東道高虎から東道市、これはないな。でも現代人には過言はないと思うけど、伊賀と名張は江戸の時代は仲良くはなかったよね。まあそんなことも考えますが、全国でも平成の大合併ではいろいろと物語があったのでしょうね。前方に見えるのは近畿日本鉄道の大阪線です。実は県道2号線が目指すのはこの鉄道の駅です。ではくぐります。そしてこの先国道165号へと進みます。国道165号は大阪梅田を起点とする国道で、終点は津市にあります。三重には中西を東西にぶち抜く3本の国道がありますが、真ん中に位置するのがこの国道です。そして三重の国道には160番台がとても多く、記憶力のない鍋をはよく間違えています。この先が国道165号線です。そしてここを右折し、県道2号線は国道165号との重複区間となります。ですが重複区間はとにかく短い。左手にあるのは神津の里という産直野菜の販売所です。そんな地域の憩いの場を通り抜けると、しっかり見ておいてくださいよ、この先は緩やかなカーブになっています。そしてそのカーブを曲がると、いや曲がりきる前の信号で右折します。でもすぐに左折です。ここの道の方が山間部より狭いかも。この先に駅があるのかな。対向車は大丈夫かな。
県道2号線の旅は、この先の近鉄大阪線神津駅が終点です。今回は2年前に撮影した動画そっくりに音声バージョンとして仕上げてみました。そして一気に紹介することにしました。過去の県道2号線3部作も見てくださいね。では今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後におまけも見ていってください。この動画が良ければ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。鍋奥省の三重の舗装道でした。またね。